奇跡を起こしたい。100打席後にハンソンの逆方向ホームランについてです。1打席目、アレン・ハンソン。ファイターズを半年で退団してしまった外国人選手。そんな選手がまさかのプロスピで登場。中弾道のプルヒッター。ほとんどのリアタイ勢の方が逆方向にホームラン打てないと思っている。そんな俺の愛人で、絶対に逆方向にホームラン打ってやる。3点取られたが1番バッターは、世界の大谷翔平。ただ俺は、大谷よりも、お前だ。さあ、行くぞ、マジで。ってことで、いつものおときびからスタート。ハソーン！ちょっとよくわからない。何か愚痴を言っているか、これは気にしないでおこう。特能は初級だけ。初級が発動するとパワープラス5、ミートプラス5となるが、まさかの1球目見逃してしまった。2球目と3球目はボール。そして2ボールワンストライクからの4球目。普通のレフトフライだ。中段の以外の選手は普通に打てる。そしてまさかのこの男が。ビバーン！逆方向に打ってしまった。ハンソンもいつかこんなホームランを打つ姿が見たい。